大阪市氷室区です。いつもありがとうございます。大阪市内のお店に来ておりますが、あれですよ、ついにあれですよ、懐かしのガメラでございます。はい、まあ右押し赤7上段狙い、皆さん打ちましたよね。本日ガメラ実践というわけで来ました。抽選ね、まぐれでめっちゃいい番号を引けたんですよ、セブンコンパスで。それが27番なんで、ガメラ6台導入なんでね、取れるかなみたいな。寝台ガメラ座れた暁には打率 102%、 これは本当なのか、今日はじっくりと打ってみたいと思います。やりましたよ、ガメラ取れました。打率 102% 本当なのか、種もみでも、まあ、今日はね、多分種もみもあるでしょうけど、もしかしたら構成って積もれるんじゃないかなと思ってるんで、もしそうなったらちょっとぶん回したろうかなと思います。押す。それでは実戦の方入りたいと思います。ちょっとね、液晶ここが全部は取れてないんですけども、まあ、ほぼほぼ見れてるんで、これごめんなさい、カメラの性能です。懐かしのカメラ、これやっぱ赤7ですね。赤7上段で逆ハサミっていうやり方でやっていきたいと思います。これいきなりこの場合は、議論7でいける、いけんな、7でいけるな。議論の場合はバーで大丈夫と思います。今回これ何やろ、やばっかい、何やろ。あ、これがバトル名ってやつで、チューリールガメラが来たら確かバトルに絶対発展する名なんですよね。逆にバトルに発展しなかったら当たってるとか。まあ今日初めての、本日初のバトルです。多分これ下級台なんですよ、一番でかいやつやから熱いと思う。あ、倒した、ね、はい、当たりました。81ゲーム、ありがとうございます。ここにナビ見えるか、見えへんな。これナビが出るまではなんか揃わないらしいです。あ、早いな。はい、ありがとうございます。レギュラーボーナスでした。あー残念。レギュラー中は普通にもうナビ通りと、何も演出ない時は普通の公約狙いで大丈夫と思います。なんやこれ、 VS ジグラゲット。バトルに勝ったらビッグに行くんかな。あー、やられた、与えました。下級賞やからね、これは期待できないですね。お、すごい、下級特大出た。これは当たるでしょ。これで焼かなきゃゴミですよ。よし、で連チャンするってこと、ヤオス連チャンするってこと。レギュラーが外れたらビッグ。あー、レギュラーや、連チャンしました。あー、でもバトルはいかなかったんですね。あー、なるほど。あー、バトルに行ったらっていうか。これなんでしょうね。あ、バトル目なんや。あー、なるほど。右から押した場合は500クレメでバトル目なんですね。あー、どうだ。
や、これはでもこいつって確かめっちゃ熱いやつですよね。当たりました、ありがとうございます。おー、一発当たりでしたね。ほんでバーからこれ昇格してくれなあかんねんけど。おー、レギュラーです。さあバトルですよ。さっきみたいにレンチャンしてくれるかな。あー、やばい、これレインボー確か強攻撃。あー当たった、負けました、残念。緑やけど否定しましたね。枠上に議論があります。あー、なるほど、これ多分リーチ目やと思います。あー、これね、これ多分当たりです。当たりですね、なるほど。レギュラーばっかり。アニシー、え、ヘイヤさん今 遅かった、最初の出だしが。あ、すごいすごい、昇格した。なるほど、こういうパターンもあるんですね。今のリールがめっちゃ遅く回転したんですよ。ちょっと途中からになっちゃったんですけど、すごい面白い。なるほど、レギュラーからこういう演出でビッグに昇格するっていうことでしょうね。はい、というわけで、内部的にはビッグやったっていう感じでしょうね。この枠なんかなってるときは普通に子役打法でいいと思います。こぼしやな。あ、でナビが出たときには2コマ目押しでチェリーと赤ナとチェリー、これを慎重に押せた、これが成功ということで、これをすることによってここのなんかモードが上に上がっていってジャックが溜まりやすいっていう形らしいです。これは今回上に上がれへんかったかな。でバーを揃えてジャックインさせるっていう感じですね。これが1回目のジャックイン。このバトルに勝てば上乗せしていこうかな。ナイス。なかなかね、そうそう、まあまあで、合格スタートって感じですね。え？なんで？ああ、なるほど、ああいうリーチめちゃうけど演出むずんで当たるっていう。なるほどね、面白い。あ、ビッグや、やったー、いいじゃない。189ビッグ、おー倒した。よっしゃ、ストップ。ガメラの目が光りました。ガメラの目っていうか、ディスクアップのバシューンですね。あー、なるほど、議論。
ってんじゃねえか。
先週路です。お疲れ様でした。そうですね。当時ガメラをよく売ってた方でしたら、何の違和感もなく打てるような仕上がりになってまして、面白かったです。ただやっぱり上段赤7停止でギャオスかと思わしといて、演出発展からの入り目とか、どう考えても議論だなと思いながらずれたりとか、そういうずれ目が今日はもうなかったんで、そこだけが残念でしたけども。まあまあ当時のねガメラを知っている方でしたら、打感というか売ってる感じはもう全然大丈夫な感じでしたね。で、出玉はビッグが連打したらすごい早いんですけども、ビッグ1回かかって次のビッグまでいかに早くまたビッグボーナスにつなげるかっていうところでしょうね。あとはビッグ中の技術介入、あれは確かにレバーオンで抽選されてるかなっていう感じだったんですけど、何回か引けてジャックゲームがストックされたら、非常に甘いんだろうなっていう印象です。まあ今日は最新動画アップってことですぐにやめたんですけども、まあ次回はね、まあ知識ある程度は頭に入れてから戦い臨みたいと思います。はい、というわけで設定1でも出率 100% 超え専門ヒムロックチャンネル、またお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。